霊夢、今日は何見てるんだ？マリサ、見てよこれ。キエピーの一巻か、また懐かしいな。ブックオフで売っててつい買っちゃったのよね。キエピーはコロコロを買ったことがある人はどの世代でも知ってる名作よね。かなりの長期連載だもんな。私が持ってる一番古いコロコロにもすでに連載されてたから本当に長いのよね。でも一巻って見たことなかったのよ。そういえば私もそうだな。キエピーは見てたけど最初は知らないな。結構そういう人って多いと思うのよね。長期連載ならではだけど、今読んでみるとツッコミどころが多くて面白かったわ。そうなのか。じゃあ今回はツッコミどころ満載なキエピー一巻を解説してあげるわ。おお、楽しみだな。それじゃあ早速ゆっくりしていってね。まずは軽くキエピーについて解説するわ。キエピーは1996年9月から連載が開始、2019年11月まで、およそ23年間にわたって連載されていたよ。23年は長いな。ポケモンの漫画は数多くあるけど、おそらく一番有名な作品だと思うわ。食べ物とお金に汚くてギャグ担当のピッピ、トレーナーでツッコミ担当のレッド、頭脳のピカチュウ。たまに4人目が入るけど基本はこの3人で旅をする物語よ。レッドの激しいツッコミ好きだったわ。他の作品と大きく違うのは登場するポケモンが人間の言葉を理解して話せるところや、石を使うポケモン以外は進化したり元に戻ったりを自由にできる変身のような扱いになっているよ。この辺は他の作品と大きく違うところだな。このような作品になった理由として作者の穴久保先生がインタビューで、連載開始前にほとんど資料がない状態で編集部からポケモンの漫画を描いてほしいと頼まれ、人影ゼニガメ不思議だねピッピピカチュウについてしか詳細がわからない、モンスターボールの設定すらない状態から始まったためだと答えているよ。アニポケが始まる前とはいえ、そんな見切り発車でスタートしたのか。でもそれが23年も続いているんだから作者の才能がすごいんだな。本当にそうね。でもそんな状態から連載が始まったから一巻はおかしなところが多々あるのよね。なるほどな。じゃあ解説していくわ。冒頭レッドの登場シーン、ここでレッドの本名が出てくるわ。レッドの本名なんて出てたんだな。レッドの本名は赤いイサム。ちなみにライバルのグリーンの名前は緑川海だよ。めっちゃ普通に日本人の名前で草。そうなのよね。最初に南国、マサラタウンって出てるのに、もろ日本人の名前なのが面白かったわ。レッドの本名は知らない人の方が多いだろうな。この後沖戸博士からポケモン図鑑の完成を頼まれるんだけど、ここで人影不思議だねゼニガメが登場するわ。ゼニガメの顔ひどいな。人影と不思議だねはまだいいけど御三家とは思えない悪顔よね。モンスターボールからの取り出し方も設定が定まっていないのがわかるわね。まあ、今はアニメのイメージがあるけど、この頃はこう考えちゃうのもわからなくはないな。そうね、この後レッドは御三家から選ばずピッピと旅に出ることを決めて冒険に出るよ。最初に時はの森へ行くんだけどそこで出てきたポケモンがこちら。いや、ミュウツーいるやん。そうなのよ、どう見てもミュウツーにしか見えないポケモンがいるのよね。ミュウツーがいるのもおかしいし他もなんか変だな。そうね、ここではポケモンの名前は出てこないんだけど、ここでミュウツーを描いちゃってるのを見ると本当に情報をもらえてなかったのがわかるわね。このミュウツーはエスパー技などは使わずに肉弾戦しかしてないのよね。種族とか技の情報もあまりなかったのかもな。他にもペルシアンっぽいポケモンもいるけど目が3つあるわ。赤緑のペルシアンってこんな感じだったから額の宝石を目だと勘違いしたのかもしれないわね。なるほどな。ここでレッドは初めてポケモンをゲットするんだけどこれもよくわからないポケモンなのよ。これはディグダか？おそらくディグダだと思うんだけど、走って逃げてるわね。足も触手みたいだし。ちなみにこの後逃げられてそれ以降登場してないわ。まあ、これは情報のなかったこの頃ならではだな。そうね、次にレッドはニビシキでタケシに挑むんだけど、これが一番衝撃だったわ。まずタケシの姿がこちら。おっさんで草。そうなのよ。どうしてもアニメのタケシのイメージがあるからこの30前後くらいの見た目には違和感があるわね。目も開いていて糸目じゃないし、何より悪役感がすごいわ。イワークのサイズもかなり小さいな。タケシの体に巻きついたまま普通に歩いてるからそんなに重くもなさそうよね。それでこのタケシなんだけど、倒した相手のポケモンを捕まえてコレクションにしてたり、やってることが悪役なのよね。アニメのタケシがいいやつだったから余計にギャップがすごいな。この中にピカチュウがいて、タケシを倒しその後は一緒に旅をすることになるよ。
ッピカチュウここで出てくるのか。ここでピッピがピカチュウのことをいとこって言ってるのよ。え？いとこだったのか？これ、今でこそ卵グループとかがあるからいとこって設定もありえるんだけど、連載当時は卵孵化すらなかったからピッピとピカチュウがいとこってだいぶおかしいのよね。ある意味この漫画のオリジナル設定が公式設定に採用されたってことになるな。そう考えると面白いわね。ピカチュウも最初はギャグ要因で頭脳担当になるのはまだ先になるわ。バランス悪いもんな。次に花出してのかすみよ。かすみもアニメでのイメージが強いと思うけど出てきたのがこちら。肩幅広いな。強そうだけどアニメの華奢なイメージとは正反対よね。20歳前後くらいの見た目でアスリートのような体つきをしているわ。性格は男勝りで好戦的だけどたけしみたいに悪いことはしてないよ。ジムリーダーが悪いことしてる方がおかしいもんな。かすみが使うポケモンはカメックスよ。2カ所目のジムでカメックスか。レベル36で進化するからゲームだったら突破できないわね。カメックスといえば背中のロケット砲からのハイドロポンプが特徴だけど、ポンプを川に繋いで放水してるのよ。完全にマシンだな。カメックスのデザインから想像したのかもしれないわね。しかもこれハイドロポンプじゃなくて水鉄砲なのよ。このギエピー一貫を通してきちんとした技名が出てきたのはこの水鉄砲だけなの。他に技は使ってないのか？ピカチュウの電撃だったりリザードンが炎を吐いたりはしているけど、トレーナーが技を指示するシーンがないのよね。いろいろとスタイルが固まっていない感じだな。まあ、ピッピの戦い方は主に肉弾戦だったり柱を使ったりするのが多いから問題ないのかもね。なるほどな。いかがだったかしら？今回はギエピー一巻について解説してみたわ。誰もが知ってる人気漫画だけど最初はツッコミどころが多かったな。そうね、一巻は見たことがないって人も多いだろうから、ぜひ見てほしいわ。それでは、ご視聴ありがとうございました。